皆さんどうもこんにちは。滝沢の勝成でございます。滝沢の勝成でございます。皆様いかがお過ごしでございましょうか。私はとても元気に健やかに、今日も健やかに毎日を過ごさせていただいております。突然なんですけれども2018年6月9日、2018年のロックの日でございますね。あさってなんですけれども、実は八王子リップスというですね、ライブハウスで私イベントをやることが決まっておりまして、そのお知らせでございます。もう2日前にね、知らせすんなよって感じなんですけれども、ちょっくらね、YouTube の方でもいろいろお知らせをしようと思ってたんですけど、なかなかバタバタして、ね、動画を撮ることができなかったです。ちょっと突然の告知になってしまって大変に申し訳ない。お昼と夜のね、2部制にしようと思ってるんですけど、お昼の方は皆さんと一緒に早弾きの練習をするセミナーをやってみようかなと思います。皆さんの中にこうね、早弾きやってみたいけども、なんかこうね、難しそうだな、チャレンジしてみたいけど、どっからやったらいいか分かんないなとか、なんかね、ちょっとやってみたいけど、うまくできないなみたいな、そういう方、たくさんいらっしゃるかと思います。早弾きの、なんかこう、ピッキングのコツとか、フィンガリングのコツとか、音作りのコツとか、日々の練習の仕方とか、なんかそういったものをね、そのバーッとこう一緒にこうセミナーの中で練習していって、うまくなるためにはどうしたらいいかっていうメソッドをですね、皆さんと一緒にシェアするような内容にしようかと思っております。初心者の方、もう大歓迎です。中級者の方も大歓迎です。で、上級者の方、早弾きがたくさんできる方も、なんかこう、基礎を見直すいいきっかけになると思いますので、ぜひともご検討いただければという感じでございます。それが昼の部、初心者でも大歓迎、早弾きセミナーという感じです。エレキギターズさんでぜひ遊びに来てくださいませ。夜の部は、私、滝沢勝成が単純に一人で、エレキギターで、ワンマンライブといいますか、普通にこのギターをバーッと演奏するライブをさせていただこうかなと思っております。最近ね、僕はそのアコギを弾くことが多いから、なかなかこうエレキギターを弾く機会というのはなかなかないんですけれども、まあ、せっかくね、エレキギターをお店に持って行って、ライブハウスに持って行って演奏するので、まあ、バリバリと、ピロピロと、あんまり最近やってないですけども、ピロピロとする姿を皆様にこう、ね、バーンとこうお届けしようかなと思っております。よかったらそちらのライブの方も遊びに来ていただきますと幸いでございますというお知らせでございました。2018年のロックの日は滝沢勝成三昧ということで、ぜひよろしくお願いいたします。昼だけの参加、夜だけの参加、両方の参加、どれでも全然関係でございます。詳しい話は、ブログの方に、まとめてありますので、そちらの方で時間、チケットの値段、その他備考などですね、チェックしていただけますと幸いでございます。そんな感じ、何かご質問はありますでしょうか。はい、特になさそうですね。大丈夫ですね。よろしければ、ぜひ遊びに来てくださいませ。とりあえず、事前申し込みとか特に必要ないんですけれども、まあ、何人くらい来るかなというのを、ね、なんとなくざっくり把握しておきたいので、もし気が向いたら、僕 の, その LINE アットのアカウント、公式 LINE みたいなのがあるんですけども、LINE アットのアカウントを登録していただいて、友達申請していただいて、そちらの方から一言ね、昼行くよとか、夜行くよとか、まあ、両方行くよとか、なんかそんな感じで一言かけていただけると、僕としてはまあ嬉しいかなって感じですけども、なくても大丈夫でございます。それでは、八王子で皆様とお会いできることをとても楽しみにしておりますので、よかったら遊びに来てくださいませ。それでは滝沢勝成でした。じゃあね、バハハーイつってね。バハハーイつってね。ついでに、歌いストカフェの様子でも紹介させていただきましょうか。こちら、私がいつもレッスンをしているところでございます。生徒さんの方にとっては、ね、おなじみかもしれないですけど、なぜかアコーディオンが置いてあるっていうね、なんかそんな感じのところでございますよ。で、お花とかもあったりとかしてですね、今向こう側で、みそさんがレコーディングの準備をしていますね。みそさん、今顔がですね、真っ黄色になってるんで、あんまり近づかないでいきましょう。ブサイクすぎるんで、ちょっとね、親知らず寝ちゃったからね。まあ、そんな感じで、歌いストカフェの方もぜひ遊びに来てくださいませ。とりあえず、まあ、八王子の方でお待ちしております。じゃあね、パハハハイ、じゃあねー。